こんにちは、こんばんぬ、リオララです。なんつって、本日の動画は久々のあるある動画になります。本日のあるある動画は学校でのジャニオタあるあるということで、私の動画見てくれてる方はね、学生さんが多いと思うので共感してもらいやすいと思うし、私も中1からずっとジャニオタやったんで、もうリアルに再現できちゃいます。なので最後まで楽しんでください。それではやっていきます。せーの、ジャンピングゴー。あー、授業おもんないな。はぁ、暇やな。意味もなく、目的もなく、無意識に時短の名前を書いてる。いろんな種類の時代で。オッケー、テスト終わった。うわ、あと15分も余ってるやん。暇やな。あ、もう15分経った。テストの時間余ったら、問題用紙の裏にひたすら時短のプロフィール書く。授業おもんな。ねえ、うふふ。えへへへへ。筆箱に忍ばせてた時短見てニヤニヤ。このことを、ユートピアという、ユートピア?ユートピア?オッケーオッケー。落ち着け。落ち着け。授業で時短に関するワードが出てきて動揺隠しきれへん。あー、数学マジで授業長く感じる。先生おもんないし。よし、数学の授業終わるまで永遠新曲の、何の曲流そう。Your Song、 Your Song 永遠リピートしとこう、頭の中で。授業クソ長い時、頭の中でフルで時短グルの曲流して授業終わるの早く感じさせる作戦実行する。おい、昨日 M ステ昭和ジャンプ出てたな。あ、平成ジャンプか。見た。え、どこがかっこいい。え、お前が好きなやつ全然かっこよくないやん。あ、はいはい、あいつそろそろ首絞めるわ。男子が時短バカにしてきて殺意。ああ、この無駄な時間なんなんやろ。この無駄な時間、1時間働いてたら、公式写真6枚変えてたで。6枚も時短に見つけてたのに。もう嫌なってくる。とにかく勉強する時間あれば、働いて見つぎたい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。昼休みぼっちになったら時短の動画見て一人でも平気ですよ感出す。これもしかしたら私だけ。明星ない?明星。ほら、明星ないか。明星って置いてないですか?ないか。岡田くん。V6 の岡田くんや。ヘスジャンプは、これ映ってんな。くそ。図書室行ったら、どこかしらに時短おらんか探す。他グル見つけても興味ないのに、J ってだけで過剰に反応する。それな。担任マジハゲ散らかして草。ここテカりすぎ。しちょ、待って。ヘスジャンプ、これ新曲で。待って。ここ言うとこのとこや。し。昼休み担当グルの曲が流れたら大興奮マックス。おもんな授業貸す。幸せ、めっちゃ幸せ。授業中急にやってくる大好きタイム。先生、そこって絶対赤ペンで書かなダメなんですか?私、水色しか持ってないんですけど。色ペンは時短の面からだらけ。先生見てない?いける?中島、ゆう、と、見て!これめっちゃかっこいいね。いい、かっこいい。
2014年の金髪の時のめっちゃかっこいいかっこいい先生来た、バツ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 、先生来た、バツバツ、あーあー、ワード難しい。ワードってどうやって開くんでしたっけ先生、ワード難しい。コンピューター室でこっそり時短の名前を検索、いつも見てる画像やのに学校のパソコンってだけで興奮。先生、私もう完成しますよ。まあそう、器用なんですかね私。器用、生まれつき器用というか、なんかオタクになったことで器用になりました。美術の授業でオタクの底力発揮してまう。時短とスクールラブ。あー今日フラゲ日や。あと1,2,3時間後にはフラゲできるもんな。我慢しろ。SNS 絶対見るな。我慢しろ。絶対ネタバレだけは避けろ。自分見るな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 。フラゲ日はいても立ってもいられへん。はい、ということで以上学校でのオタクあるあるでした。もう中学校高校の時の私を再現した感じです。今見てくださる学生さんの中でマジでそれあるあるですってやつがあれば高評価お願いします。ということで本日のあるある動画でした。またやってほしいあるあるとかあればコメント欄にどんどんお願いします。ということで本日の動画は以上になります。チャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。以上リオララでした。バイバーイ。